元気ですか？元気があれば何でもできます。実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回は武術は一子相伝、そういったテーマで解説をしていきたいと思います。さて、まあ武術もそうですね、芸術もそうですね、団体がありますとですね、必ず分裂をしてしまう。なぜでしょうかということなんですね。今回はこれについて解説をしていきたいと思います。受ける側とするとどれが本物なのと、というね、やはりこの選択においてのですね、不安が生じるわけですね。それを今回ですね、ちょっとかいつまんで解説をしていきたいと思います。ちなみにこのチャンネルはですね、スポーツを通しましてアスリートその凄さですね、なぜ勝てるのか、なぜ結果を出せるのかということを分析しまして、皆さんの生活にですね、どのように生かしていけばいいのかということをですね、解説していきますので、どうぞチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。さあ、ということですね、まずですね、武術は一子相伝ということなんですけれども、団体というのはどうしても分裂してしまう、ね、親分が亡くなりますとですね、分裂しちゃうんですね。武術で言いますとね、技の解釈が違います。ある人が見たら、ね、ポイントは膝だ、ある人が見たら呼吸力だと言うかもしれません、ね、それはその人がですね、見た感性で動くわけですよね。ですからどうしてもですね、違ってきてしまいますよね、分裂してしまいますよね。自分なりのですね、やはり理想を追求したいという思いがありますから、なかなかうまくいかないわけですね。どうしても細分化されてしまうんです。合気道においてもそうですね。合気道上柴盛平さんが作られました。まあ、その後ですね、合気会がありますね、養心館もありますね、木野研究会、東平さんが作った木野研究会もある、ね、万世館道場、綱友さんが作った万世館というのもあります、ね、どん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 派生する。同じ合気会の中でも私がやっておりました岩間スタイルもあるし、本部スタイルもあるということで、どん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 細分化されていくんですね。ボクシングにおいてもそうですね。昔は WBA しかなかったんです、ね、そこから枝分かれして WBC ができて、 IBF ができて、今や WBO もできて4団体ということになりました。一体どの人が一番強いのというテーマが出てくるんですね。ですから統一戦しましょうということになるんです。一体チャンピオンは何人いるんだいと、ね、極真空手もそうですよ。昔は大山増達というね、総裁がおりました。その方がお亡くなりになった、継承者は松井翔慶であると言ったにもかかわらず、ね、分裂をするんです、ね、松井派があって、遺族派があって、今やですね、緑派がですね、新極真会と名乗って別団体を作った。それぞれに全日本選手権がある。同じ極真なのになぜ全日本選手権がいくつかあるのと、どの人が一番強いのと、わからないじゃないですか、ね、どれ習ったらいいなと、どれが本物なのと、みんな俺が本物って言うんですよ、ね、プロレスもそうです。日本プロレスがあったんです。力道山が作りました。そこから枝分かれして馬場さんの全日本プロレスができました。猪木さんの新日本プロレスができました、ね、その間に国際プロレスというのもあったんです。3団体までは良かった。まだそこからどん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 枝分かれして、今や何団体あるか私も分からない、そういった状態になってしまう、ね、ある意味致し方ないんです。みんな言葉は悪いですけど、小山の大将になりたい、そうすると自分の理想を追求するとなると、分裂するしかないということになるわけですね。まあこれはね、致し方ないんですよ。もしね、まあ、今回のテーマである一子相伝、そのままコピーしろって言うんであればですね、 AI ロボットを使うしかないんじゃないかと思うんですね。例えば私がですね、上柴盛平からですね、お前がね、正当な伝承者だと言われたとしますよね。で、私のやっぱり考えも発信したいという思いがあるんですよ、人間ですから。でそこにちょっと自分のエッセンスを加えるかもしれないですね、そうすると B さんから見るとそれは違うぞと言うかもしれない、であれば B さんは自分なりの合気道を作っていく、まあ、そういった感じですよ。これがですね、分裂ということになってしまうんですね。一子相伝というのはですね、なかなかできるものではございません。実は私も岩間という道場に通っておりました。コツは何かなってずっと探っていたんです。コツなんか教えてくれませんね。それが修行でございます。で、コツを教える、ね、最後全てを教えるのはこいつだったらという、人間性でも問題ないと、技術的にも問題ない、こいつだったら全てを任すことができるという思いが開祖にあるわけですよ。要するに創業者にあるわけですね。これビジネスの世界でも一緒だと思いますね。ね、作った人にあるわけです、思いが。
誰にこれを伝承しようか、あともう追い先少ないぞ俺も、誰かにこれを伝えていかなければならない、一番いいのは誰であろうというふうに思うわけですよ。岩間の斉藤先生はですね、大先生から全て伝授されました。なぜか23年間ずっとついていたんですよ。23年間ずっとついていると、大先生、上七は森平王も絶対に可愛いと思うんですよ。斉藤先生のことが技術的に問題がない、性格的にもずっと俺に仕えてくれた、ならばこいつに全てを教えようと言って他界されていった。ただそれを見た先輩がね、いや俺は違った解釈だよ、俺はこう思うよ、思っても不思議ではないわけですね。そうするといろんな流派ができてしまうということになってしまいます、うん、まあこれがですね、武芸武術の世界です。一子相伝と言いながらですね、なかなかでは、うん、じゃあ斉藤君に合わせて我々も頑張っていこうとならないんですね。そうしてほしいんですけど、私が幼い頃かな、北斗の拳っていうのがありましたよ。私格闘技大好きですから、北斗の拳大好きで見てました。北斗の拳ね、拳法ですよ。伝承者というのがいるんですね。伝承者がいるんです。北斗神拳の伝承者ね、ね、ケンシロウという末帝です。北斗四兄弟って言ったんです。長兄はラオウですね、ラオウ、トキ、ジャキ、そして末帝、一番下の末っ子がケンシロウでございます。正当な継承者となったのは末帝の一番年下の末っ子のケンシロウでした。じゃあケンシロウ、お前を中心にやっていこうって兄者たちは言わないんですよ。兄貴たちは兄貴たちの道を歩くんです。ラオウはそうです、トキもそうです、ジャキもそうです。なんであいつが一番の弟がってなってしまうんです。同じ兄弟でもですよ。ですからこれは致し方ないわけですね。どうしたらいいかということなんですが、やはり、まあ、親分がですね、まあ、遺言書を書かなきゃいけない、もしくは全員の前でですね、今後こいつを中心にやっていってくれというしかないんですよね。それでもですね、極真会の例があるようにうまくはいかないわけですよ。麻酔症系に、ね、任すと遺書を書いたそうなんですけども、その遺書が本物かどうかわからんという議論になってしまいました。結局は、ね、分裂をしてしまうという極真会の例がありますよね。あとはもうね、生前にですね、弟子たちを集めて今後はこいつを中心にやっていってくれというしかないと思います。まあ、それがね、一子相伝なんです。受ける側はね、今度どこをじゃあ見ていかなきゃいけないかと言いますと、自分に目的に合ったものを選ぶってことですね。これしかないですね。自分の目的に合った空手を選ぶ、自分の目的に合ったボクシングを選ぶ、自分の目的に合ったプロレス団体を選ぶ、自分の目的に合った合気道を選ぶってことではないでしょうかね。それが健康をベースにしたものなのか、それとも武術的なものであるのか、精神的なものであるのか、それはもう受ける側の判断しかないんです。そのためにはですよ、もう実際に体験してみるしかないと思います。体験して自分で納得すれば続ければいいし、納得できなければまた次変えてもいいと思います。そうやってやっていくしかないですね。ですからこういった分裂を防ぐには、はっきり言って分裂は防ぎようがありません。最低でも防ぐためにはですね、最低限のレベルで抑えるためには、やはりこののれん分けですよね。のれん分け、極真はできてるのかな、ね、合気道でもですね、道場を出してもいいぞという免除がないと出しちゃいけないとか、そういった風にしないといけないでしょうね。これはプロレスも同様ですね。プロレスと語るためにはこういった免許を持ってなきゃダメだよというものがないとダメでしょうね。一番ね、いい仕組みができてるのはね、私は大相撲だと思うんですよ。大相撲仕組みができてますね。部屋を持つためには年寄り株を買わなきゃいけない。しかしその株の数は制限されている。で、大きくなりも小さくなりもしません。小さくなることはあるのかな、うん、ただ大きくなることはないですね。株の数が決まってますから。ですから、まあ相撲が一番ね、引退後もね、仕組みができてるんじゃないかなと思いますね。一番体系立っているような気がします。ということで、今回はですね、武術は一子相伝だということでご案内をさせていただきました。この辺りで頑張れよ。元気ですか？
元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカさー